ですよ、ね、今年ですかね、去年ですかね、はい、出版社立ち上げた。あ、そうですね、今年の4月ですよね。そうなんですよ、ね、で7月と、はい、7月に出したのと12月にこの、はい、あ、もしよかったらということで、あの超絶で願いが叶ったすごい神社っていう本を出しまして、はい、まあまあ反響ありましたみたいな感じで、もしよかったらいいんですか。はい、はい、すみません、ちょっと後で書評を。ありがとうございます。ありがとうございます。きっかけ、やっぱきっかけはやっぱりなんでしょうね、もともとちっちゃい頃からやっぱり本がすごく好きで、はい、でしまいにはなんか出版社作りたいなっていうのがちっちゃい頃がちょっとあったんですよね。出版社に対する憧れですかね。なんかちょっと憧れで、まあ著者になっていろいろ分かってきた部分はあるんですけれども、はい、でもやってみたいなっていうね、すごい右肩下がりの業界じゃないですか。あ、はい、そういうの一回やってみたかったですよ。すごいですよね、この、ね、あの右肩上がりの業界とかもやってみたいんですけど、はい、右肩下がりもやってみたいっていう。すごい。しかも自分で本出すだけじゃなくて、はい、出版社と他の人の本も、はい、そうですね、他の方のも来年どんどん出していこうと思ってまして、ってことですよね。そうなんですよ。それがねすごいですよ、あの右肩下がりどうなのかなっていうのはちょっと あの本当に見てみたいというかね、こうなんかこう怖いもの見たさみたいな本当に本って売れないのかみたいなところも含めてね。でだからちらっとフェイスブックかなんかで書いてあったんですけど、出版社でやると、リアルタイムで自分の売れ行きが分かるから、はい、それはありますね。それがもう出版社通すのと自分で出すのと全然違うってことをなんか書かれてた気がして、あります。あ、そうですね。例えば純駆動さんとか、はい、マルゼンさんとかのデータとかってやっぱりあの、まあ、もちろん他もあれですけど、はい、やっぱすぐ分かるんですよね、はい、うん、30分タイムラグぐらいで、はいはい、そうするとなんかまあリアルタイムにかなり近いですよね。あ、ですよね。どこの店舗で何冊売って何時頃売れてみたいなのが分かるので、まあ、ある種ちょっとモチベーションにもつながるのかな、ね、みたいなところが、ね、やっぱり普通だとちょっとブラックボックスっていうか、はい、分からないですもん ですよね、うん、売れてるのか売れてないのかもみたいな、ですよね、出版社によって本当に全く何も教えてくれないところもある。何も触れてるかも、もうさっぱり分からない、知らないっていうね確かにそういう意味ではこう可視化という意味ではなんかそういう部分で、まあ、自分なりにメス入れたのかなっていう感じは。そうするとモチベーションになりますね。モチベーションありますよね。どこどこでど何冊売れたとか、なんか福岡だけで売れてるとかね、はい、なんかこう、うん、なんかそういう特徴とかも出てきたりするんで、そうなんですよね。そういう意味ではなんかあの面白いっていうか、まあ右肩下がりの業界やってるんで、ちょっと来年は右肩上がりの業界も何かやってみたいなっていうのはちょっと思ってるんですけど、ちょっといろいろやってみたいなと思って、私もまあね来年47なんでそんなにねもう若い部類に入ってこないんで、なんていうかね、こうちょっと新規の事業っていうのは多分そこまであんまり手をつけれなくなってくると思うので、なんか右肩下がりと右肩上がりちょっとやってみて、ちょっと世の中ちょっと見てみたいなっていう感じですね。面白いですね。その単なる手相師で終わらない。いや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 、すごい。いや、ただ好奇心だけなのかもしれないですけどね、とんでもないです。もう笠子さんの目にかなってればいいんですけど、ね、いやいや、ほんとすごい。いやいやいや、とんでもない。出版社はなかなか作れないですよね。まあ、確かになかなか趣味で ね、 ですね、あの作っても継続するの難しいですよね、実際に、お金入ってくるのもね7ヶ月もとか すごい遅いですしね。支払いサイトがね、そうなんですよね。資金繰り非常に難しいですよね。ですから僕7月に出したのは当然まだ入ってきてないですもんね、持ち出しばっかりです。印刷代やらデザイナーさんに払うお金やらね、でもね、出版社ってそうであれば、著者であればまたさらにその先になるところですもんね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。恐ろしい世界ですね。1年後ぐらいとかにポロッと入ってきて、そんな感じですよね、そうなんですよね。かなり何やってるのって言われながら、まあまあまあ右肩下がりだからとかって言いながらかわしてるんですけどね。すごい。いやいやいや、でもまあ右肩下がりのところで目立つとまた目立ちますもんね。あ、確かに、確かに、っていうのもちょっとあったりして、いやいや面白いです。いや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 、すみません、ありがとうございます。とんでもないです、こちらこそ。いや